小笠原忠正誠は、張馬国安市藩七代藩主。忠し治む系小笠原家十二代。家営三年十一月四日、六代藩主、小笠原定官の長男として生まれる。万円元年十一月六日、父、定官が本家無前国羅藩を継いだため、着難である、忠し誠が代わって安市藩主となる。幕末期には、本家と共に、 源氏元年の第一次徴収政党や慶応二年の第二次徴収政党に参加している。第二次徴収政党では、小笠原忠信、小笠原帝政らとともに、徴収藩と戦うものの、敗れて、日後にまで撤退した。慶応四年に1月17日、新政府に対し、病気のために重心を上落させることを願い、2月21日、重心を上落させる。 同年4月26日、テーマことが上落する。同年うる4月11日、従法医した、品野守るに除任する。明治2年6月24日、半赤奉還で中判児となる。明治4年の廃藩地権で面刊となった。明治17年に死者区を授けられた。明治38年6月3日、安市で死去した。去年56、墓所は、 東京都練馬区桜台の園、三山博則寺。ありがとうございます。